笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪広げていきたいと思いますが、さあ今日のゲストは今年の最後のねゲストとなります。株式会社菅原工務店代表取締役社長の菅原俊直さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、割烹旅館ひろみ亭代表取締役社長の小瀬川勝弘さんからご紹介いただきました。先ほど12時前にお送りした曲なんですけれども、桑田佳祐白い恋人たち、これは選んだ理由は。はい、私自身も、はい、サザン桑田佳祐のファンですが、はい、社内の、はい、女性社員の方から、はい、これがいいんじゃないっていうリクエストがありまして、はい、この曲を選ばさせていただきました。社内からのリクエストということですね。はい、そうですね。はい、今会社の話が出ましたけれども、皆さんもまず通ったことがある道沿いにありますね。会社は花巻駅の西口、駅前をまっすぐ西の方に行くと一つ目の交差点、二つ目ですね、はい、の交差点の角のところにありますね。はいはい、平成10年にパナソニックのリフォーム専門ショップリファイン花巻さん、はい、そうですね、開設されているということで、はい、車などで、ね、見かけたことあるという方も多いと思います。さあではお話伺っていきます。初めの質問です。メッセージテーマは今年を振り返って、今年はいかがでしたでしょうか。良い悪いで言えば良かったです。良かったですね、はい、それは、はい、仕事の面でも売上が上がりましたし、はい、家族の方でも長男が結婚をしましたので、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、あと次さんということですね。そうですね、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、いい年だったって年末に言えるのはすごく幸せなことですね。そうですね、はい、さて菅原さんはですね、花巻生まれの花巻育ちということなんですけれど、はい、小学校は花巻小学校の卒業です。はい、中学校は花巻中学校の卒業です。はい、高校は北上にある黒沢尻工業黒校ですね。はい、はい、部活がちょっと珍しい運動部ですよね。そうですね、はいはい、ちょっと県内でも数校しかないんですけど、はい、想定部ボート部ですねをやってきました。はい、なんかモテたんじゃないですか。あ、いやいや、全然全然。そうですか、ね、ちょっとボート部の方珍しいなと思ってね伺ったんですけど。そうですね、なかなかボートやってきた人間は少ないんじゃないかなと思います。はい、はい、さて菅原工務店の4代目でいらっしゃいますね。はい、次の質問です。趣味を教えてください。趣味はですね、はい、花巻祭り、はい、それからゴルフ、はい、そして野球、はい、その辺がまず。野球は指導もされていたそうですね。小学校の時ですね、はいはい、地域の子どもたちと一緒に、うん、野球、そして、はい、女の子にはソフトボールを教えてきました。地域というと西踊り地区ですね。西踊り地区の子どもたち、はい、ということですね。はい、若葉小花中がその地域の小学校中学校になりますけれども、はい、そちらの方では PTA の会長さんもそうですね、されて、はいはい、小学校も PTA 会長2年、それから中学校の方でも2年間勤めさせていただきました。はい、PTA 通算するとかなり長く関わってそうです子供さんにおりますので、はい、でまあ、15年ぐらいは一応携わってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。で子供さんたち卒業された後も実は今も花中の地域振興協議会の会長さん、そうですね、はい、ね、されていらっしゃるということで、いろいろとね地域の力に、ね、なってくださっているということなんですけれど、さあでは次の質問です。一押しの花巻のお店教えてください。はい、西大通り地区にございます、はい、まんじゅうさんです。はい、お好きなメニューは関東麺ですね。はい、個人的に大好きです。名古屋の方で修行されてると聞いております。はい、はい、ちょっとまんじゅうさんで、じゃあ皆さんメニュー頼むときちょっと関東麺も要チェック。そうですね、ですね、はい、はい、まんじゅうさんを挙げていただきました。まあ、一応地域の味作りにこだわったお店っていう感じですかね。はい、あ、なるほど、はい、では次の質問です。好きな花巻の風景教えてください。やはり夜の花巻祭りの風景ですね。
夜というとあのガストガスト、出汁のガストですかね、はい、本物の日ですもんね。そうですね、はい、他の地域の祭りでは、はい、なかなか見れない風景かなと思っております。はい、あの先ほどですね、趣味の中でも花巻祭りっておっしゃっていたんですけれど、はい、もう子どもの頃から花巻祭りはもうなくてはならない。みこしと出汁は両方関わっていらっしゃいました。そうですね、小学校の時から、当時はあの坂本町におりましたので、はい、まあ、そちらの方で町内のみこしですね、はい、そしてあと中学校でも出しましたので、はい、それから大人になっても、はい、31年生まれですので、はい、猿年になりまして、はい、猿の名前を取りまして共演会っていう名前をつけまして、20歳の時から、はい、担いでおります。今はもう我々も年ですので、引退しましたが、一回り二回りした現役で担いでおります。あ、そうですか、はい、今58でいらっしゃって、はい、節目の年には皆さんどうしようかなんてお話も。2年後になりますので、はいはい、赤い斑点でも来て還暦の年、はい、すっごく目立ちそうですね。そうで、それとは別に今は西大通りの出汁。はい、そうですね、出汁の作りの方で、まあ、地域の方で、はい、まあ、運行から制作を携わっております。はい、西大通りというとあの練習がね熱心だなんていう話をね、はい、各町内から見れば新座物ですので、はい、その地域に負けないようにということで練習だけは一応まず精一杯やらさせてもらってます。はい、提灯の動かし方揃ってるなっていう印象が私残ってるんですが。そうですね、あの町内 の、 あの、うん、お母さんたちですので、はい、全部反転から服装全部揃えていただいて、あと持ち方、うん、そういった、はい、あの子供と一緒に、はい、小太鼓の練習の時に練習をしていただいてます。はい、皆さんの参加状況をまとめていったりっていうのはなかなか大変な部分でも、何か工夫されたこととかあります？ああ、そうですね、あの、はい、当時私あの地区のですね、はい、まあ、清掃年部部長を預かっておりまして、はい、その時に一応人集めどうしたらいいのかなということで、はい、よし盆踊りをやってお手伝いをお願いしますという形で、はい、当時の、まあ、町内の PTA の、はい、府警に手伝っていただいて、はいはいはい、で今があります。花巻祭りじゃなくてまずは盆踊りなどで顔を合わせて、ね、はい、一緒に何かやっていくと、まあ、そのまま、ね、この出汁作りすごいいいアイデアでしたねあ、でそのまま流れで一つ終わると楽しかったねなんてお疲れ様なんて、ね、そうですね、毎回こううまくいくと、うん、はい、まあ、次々と、まあ、続いてかなという感じですね。はい、なのであの西尾通りの地区は地域の子どもさんたち、女の子たちはかなり参加率は高いと思います。前夜祭でお披露目もされますもんね。そうですね、まあ、寄付をもらいながら、あの制作してるもんですから、こういう形で無事にできましたっていうお披露目を兼ねて前夜祭ということですね。はい、あのさっき PTA 会長の話もありましたけれども、いろいろとあのいろんな方たちが集まるような場でね、中心のお一人としてみんなで力を合わせるっていうところで、はい、いろいろとね活動されてきたと思うんですが、あの花中の時も PTA の会長としてあの随分いろいろと力尽くされたみたいですけれども、はい、先生たちにおっしゃった言葉が、あ、そうですね、はい、私の PTA15 年間活動の中で、まあ、一応最終章として、はい、外堀を守るから、うん、はい、本丸、要は子どもたちの教育をしっかりしてくださいと、はい、結局、まあ、あのクレームを、はい、こっちで受けるから、 PTA で受けるから、はい、まあ、勉強以外のことでね、はい、子供の指導以外のことで迷惑をかけないような PTA 活動をしますので、うん、よろしくお願いしますという形でやっていきました。やっぱりいろんな親御さんたち集まってきますから、意見がね違うのは当たり前でしょうし、はいはい、でもそういう時の意見の違い、食い違いなどは PTA の方で受け止めるから、そういうことですね。先生たちずっといてほしいって思われたじゃないですか力強い PTA 会長がねPTA 活動の中でやっぱり自分自身もやっとの勉強を教わってきたというか、はい、やっぱりその人とのつながり方が大事だなということは、うん、やっぱりそういう中でですね、はい、教えてもらいましたね。そうですか、はい、ではね、次の質問につなげていきたいと思います。先ほど花巻駅西口リファイン花巻さんってね、通られた方、はい、まあ、利用されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、こだわっていらっしゃる部分っていうのはどんなところでしょうか。
やっぱり地域密着ですね、はいはい、我々は地元の企業としてやっぱり地元の皆様と携わっていかないとなかなか生きていけないこの厳しい時代をですね、ですからやっぱり皆様のためにどうなったら尽くせるかというのを日々考えております。社員の方たちとかいろんな現場の方たちに、はい、徹底させていることがあるんですよね。はい、凡事徹底ですね、はいはい、で当たり前のことを、はい、ちゃんとやると、はい、というのはまず挨拶ですね、はいはい、それからあと掃除、清掃ですね、はいはいはい、当然現場はきれいに、うん、1日に3回最低3回から4回はする、もっとやられるところはもっとやられると思うんですけど、そうですか、まあ、一応やっぱり現場がきれいではないといい仕事ができないということですね。挨拶、はい、現場をきれいに、そうですね、ということで、ね、これが凡事ですよね、はい、だから些細なことに見えるけれど基本の部分ですよね。そうですね、本当の基本ですよね。挨拶もきれいにっていうね、はいはい、そうですね、やっぱりご近所の方にやっぱり騒音とか迷惑かけてますので、はい、だからそういうところはやっぱり掃除を徹底する、はい、清掃活動する、はい、まあ、その辺のところでやっぱり地域の皆様と一緒に、はい、生活をしていくっていうのは基本はそこにあるんじゃないかなと思ってます、まあ、信頼のパナソニックブランドですからね。そうですね、はい、気になった方はじゃあ一度お尋ねぜひよろしくお願いいたします。この笑顔の、ね、社長が迎えてくれるのではないかとね思いますのでね、はい、さあでは次の質問です。座右の銘を教えてください。はい、松下幸之助氏からいただきました、はい、初心を忘れるべからということですね。実は東京で10年ほど修行されて、はい、それがこの松下さんの、そうですね、はい、当時入社した会社が地元の地域の、まあ、ゼネコンさんで、はい、まあ、公共工事もやりながらその住宅部門で、うん、ナショナル住宅の販売もしてたということで、はい、まあ、一応その会社に入社して、営業活動をやってきました。はい、松下幸之助さんといったら経営の神様、そうですね、はい、ですもんね。初心を忘れずということで、はい、さっきの挨拶とか現場をきれいにっていうことともねつながるような、そうですね、はい、気がしますけれども、はい、初心を忘れずということも、はい、さあ、あっという間にねお時間が経ってしまいまして、もっとちょっとお話伺いたいところなんですけれど、はい、お友達のご紹介を、年明けですね、次の方、はい、はいね、ご紹介お願いします。はい、宮川写真館の社長の宮川正幸さんです。本店は、はい、藤沢町の、あ、ご自宅。なるほど、はい、宮川さんどんな方ですか。当時PT 活動を一緒に活動してきた仲間です。はい、はいはい、大変気さくで、はい、人望も厚いので、はい、高校でも PT 活動の会長をやってるとか結構有名な彼ですね。あ、そうなんですね、はい、やっぱり PTA の中心で、ね、活動されるとずっと皆さん続けていかれるんですね。はい、じゃあ年明け1月8日ということでご出演いただけるということでね、楽しみにお待ちしたいと思います。いや、楽しいお話ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻、株式会社菅原工務店菅原俊直社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。